ウェブ業界に転職したい安倍が web 業界で働く、中路に web 業界のリアルな雰囲気を聞く tv です。はい、どうも中島です。今日のテーマは子育てブログを稼ぐ方法。 というのを解説していきます。今回のテーマを選んだ理由ですね。子育てとブログっていろんな意味で相性がすごいいいんですよね。ブログをやってる人で子育て中の人も多いんですけど、子育ての合間にブログができるので、まあそういうのでやってる人も多いです。ただですね、子育てブログをやってる人ってすごい多いんですけど、実際稼げてる人がいるかって言えば、あんまりいないんですよ。稼げてない人が多いです。子育てブログって始めやすいんですけど、 実は、安易に参入したらダメなジャンルです。今日の話は、まあ対象者はですね、今子育てブログを実際に運営してる人とか、これから子育てブログを運営したい人に向けて話をしています。今日の動画を見てもらうメリットは、この動画を見てもらえば、 子育てブログの問題点と子育てブログをどうやって稼げるようにするかっていう方向性がわかるようになります。はい。で、僕は2005年からアフィリエイトを15年間やっていて、アフィリエイトでそれなりの結果も残せました。a s p とか広告代理店で3年半以上働いてた経験があるので、かなりアフィリエイトの裏事情っていうのもよく知ってます。そんな僕が今日は子育てブログで稼げない理由と子育てブログで稼ぐ方法っていうのを解説していきます。分かりやすくお願いします。 まず、子育てブログで稼げない理由ですね。一番大きいのが、競合がすでに多すぎることです。ブログジャンルを決めるときに、興味関心があるジャンルを選ぶといいよっていう話をよくされるんですよね。なので、自分も子育て中だから、子育てブログをやろうっていう人は、むちゃくちゃ多いんです。ただ、そういう人が多すぎて、もう日本に何十万人っているので、 やっぱりその中から抜け出すっていうことがほとんどの人ができずに結果的に稼げないで終わってしまう。あと、子育てブログはすごいマネタイズがしにくいです。マネタイズってまあ収益化っていう意味なんですけど、収益化がすごいしにくいジャンルです。子育て情報をじゃあ発信するとして、じゃあその子育て情報を発信している中で、どういう商品を紹介していくのかっていうことですね。例えばよくあるのがベビーグッズとか、そういうのを紹介することになるんですけど、 じゃあ、そのベビーグッズがどこの ASP で扱えるかっていうと、例えば Amazon とか楽天がメインになると思うんです。でも、Amazon とか楽天っていうのはやっぱり単価がすごく低くて、1件売っても数十円とか、高くても数百円にしかならないことが多いです。単価がとにかく低いので、結果的に儲からないです。なので、おそらく子育てブログをやってる人でも月に数百円、まあ、うまくいっても数千円ぐらいしか稼げてない人っていうのが圧倒的に多いんじゃないかなと思います。稼ぐにはどうすればいいですか ここからは、じゃあ実際に子育てブログで稼ぐにはどうしたらいいのかっていうのを解説していきます。前提なんですけど、実際に今僕は子育てブログを作ろうと思えば作れます。それは2019年の12月にちょうど子供が生まれたところだからですね。今5ヶ月ぐらいなんですけど、その子の子育て情報っていうのを発信するっていうのでブログを作ることができます。今の自分だったらどうするのかなっていう視点でお話をしていくので、まあぜひ参考にしてください。 まず、子育てブログで稼ぐのに一番重要なことは、コンセプトを徹底的に考えるっていうことですね。単純に自分が今子育て中だから、子育てブログをやるっていう人はすごく多くて、子育てブログやってる人はもうむちゃくちゃ多いんですよ。だから、そういう人の中に埋もれてしまったら稼げるようにならないので、そことは差別化をする必要が絶対にあります。深く、狭くっていうのを意識してコンセプトを作るのが重要です。良くないコンセプトですね。子育て情報を発信するブログ。 です。子育てをやっていく中で日々気になったこととか、役に立ったことっていうのを発信していくようなブログですね。ほとんどの人がやってるのがそういうブログなんですけど、それって誰にも読まれないんですよ。なぜかっていうと、そんな情報を書いてる人がもう世の中に5万といるからです。じゃあ、こういうのをどうするかっていうとですね、これをもっとコンセプトを深く狭くしていきます。例えば、双子の子育て情報を発信するとか、 あとはシングルマザーで子育てをしている人ならシングルマザーの子育て情報を発信するとかですねそれだけで稼げるわけではないですけど単純な子育てっていうくくりでブログを作るよりもそれだけで競合がぐっと減ることになるので稼げる可能性は上がります実際にじゃあ僕だったらどういうことをやるかっていうとゼロ歳から始める英語教育みたいなコンセプトでブログを始めるかなと思います まあ具体的には0歳から英語教材を使って英語を学んでいく様子とか過程っていうのをブログで発信していくような形ですね。この時はもう記事だけをブログでアップロードしていくんじゃなくて YouTube も一緒にやっていくイメージになるかなと思います。僕がですね0歳からの英語教育っていうのを選んだ理由をお話ししていきます。一つ目は まあ、ゴールがすごくシンプルなことです。ゴールって何かっていうと、稼げるか稼げないかっていうことなんですけど、まあ、この稼げる稼げないっていう線引きがすごいシンプルになります。このブログで稼げるようになるっていうのは、子供が英語を身につけてくれたら、 もう稼げるようになります英語を話せるようにならなくても少しでもですね英語に触れ合って英単語を発音するとかまあそのぐらいでもいいと思うんですけどまあそうなった時点でおそらく稼げるようになります稼げないっていうのはどうなるかっていうともう英語が全然身につかなかった時ですねずっと英語教材を使ってるけど英語が身につかない ってなると、まあそのブログで稼ぐことは難しいかなと思います。ただ、ずっとその英語教材を使っているのに、英語が身につかなかったとしたら、まあその英語教材を紹介するっていうのは良くないと思うので、これは仕方ないことかなと思います。英語教育選んだ理由ですね。もう一つが参入障壁が高いことです。例えば0歳児からの英語教育だったら、 そもそも自分に0歳の子供がいないとできないので、それだけでも三入障壁が高くなって競合っていうのが減ります。ただ、これ実際にはですね、うちの子供が0歳だから0歳からのっていうコンセプトなんですけど、もうちょっと年齢が上の方がやりやすいかなと思います。例えば1歳とか2歳とか、少しでも言葉を話す、この方が少なくとも英語を喋れるようになるまでの期間が短くなるので、まあやりやすいんじゃないかなと思います。収益化も早くなりますね。 まあ英語を選んだ理由として、まあ、子供が英語を話せるようになれば一石二鳥だなっていうのもあります。ブログの情報発信もできるし、実際に子供も英語を学べるわけなので、英語を学べてしまえば、子供にとってもすごく大きなプラスになるので、そういうところもいいなと思う理由ですね。 紹介する商品が明確なので、まあマネタイズがしやすいっていうのもかなり大きなメリットですね。実際に英語教材を使って、まあそれを学んでいく様子を情報発信してるので、使ってる英語教材を紹介していけばいいっていうことです。で、年齢に合わせて使う英語教材もどんどん変えていけば、その過程でずっとその商品を紹介できることになるので、まあかなりマネタイズがしやすいです。この時に注意したいことは、使ってる英語教材っていうのがクリエイター案件としてなくなってしまうと、まあ紹介できなくなっちゃうので、 アフリエイトがががなくならなななくらさそうう知名度が高いいいいような英語教材を選ぶ方がいいと思いますただこのブログにもですねデメリットがあってそれ何かっていうとやっぱり時間がかかることですね0歳からそもそも言葉を喋れるようになって英語を話せるようになるまでにどのくらいの期間かかるかっていうとまあどんなに早くても12年はかかると思うので、まあ、かなり時間はかかりますただ時間かかるっていうのはデメリットなんですけど 時間がかかるからこそ参入障壁が高いっていうふうな言い方もできるので必ずしもこれがデメリットではないっていうことですね。今日のまとめですね。まあ子育てブログをやっても稼げない人がたくさんいます。で今日はその稼げない理由と子育てブログで稼ぐ方法っていうのをお伝えしてきました。稼げない理由は競合が多いこと、あと収益化が難しいことですね。紹介する商品もデビーグッズを紹介するなら楽天とかアマゾンが メインの ASP になるんですけど、そうなってくると単価も低くなるので、月数百円とか数千円で報酬が止まってしまうっていう人も多いです。実際に子育てブログで稼ぐ方法については、まずはコンセプトを深く狭く絞りましょう。そうすることで差別化もできて競合も減るので稼げる確率も上がります。その上で英会話教材。 をを学習ししててていいいくく様子とか家庭を情報発信していくっていうことですこれのメリットは、ゴールがシンプルなこと。英語が身についたらお金を稼げるっていうことですね。参入障壁が高いこと。自分に子供がいないと、そのブログをすること自体ができないので、まあ、他の人にはなかなか真似できない。で、マネタイズ化しやすいことですね。使っている教材をそのまま紹介すれば、アフィリエイトができるので、まあ、マネタイズ化しやすいです。英会話教材だと、 基本的に単価が高めなので、1件で数千円の報酬になることが多いので、数万円とか数十万円っていうお金を稼げる可能性がかなり高くなります。ということで、子育てブログをやってる人とか、子育てブログをやりたいっていう人は、今日の動画を参考にしてください。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたら、高評価いただけると嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているので、ぜひ興味があればチャンネル登録してください。ということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。 今日のアベメモです。子育てブログで稼ぎたいならコンセプトを狭く深くする中児がやるなら0歳からの英語教育子どもの教育にもなるので損はない